どうも、ラモーンと申します。よろしくお願いいたします。今回も溜まっているリクエスト選手を作っていきたいと思います。今回作成するのは全部で7名ですかね。7名の選手を作っていきたいと思います。まあ、誰を作るかは後で詳しく記載しますが、今んとこは、衣笠さんとか、西本さんとか、川口さん、あとパンチ佐藤さんなどを作っていきたいと思います。で、能力は指定があったものはそのまま作って、なかったものは過去のゲームや過去の成績を参考にして作っていきたいと思います。で、マイナス能力は、まあ3回ほどやって取れたら取る感じで、無理やったら諦めます。ということで早速作っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで全7名の選手を作り終えました。で、今回は能力指定のものが多かったんで、能力指定のものはそのまま作って、なかったものは過去のゲーム過去の成績を参考にして作りました。で、パンティさんは正直ちょっと分かんなかったんで、まあ雰囲気で作りました。で、フォームに関しては固有のあるものは固有のものを使っています。ひょっとしたらちょっと間違えてるやつとかあるかもしれませんが、その時は、各自で申し訳ないですが設定をお願いいたします。画像データは Twitter や、Google ドライブで掲載してますんで、もしよかったら使ってみてください。あと高評価チャンネル登録いただけると幸いです。でですね、リクエストの選手が、まあ、まだまだ結構残ってまして、 Twitter の方ではちょっと軽く触れたんですが、この動画のコメント欄にも書きますが、今現段階でもらっているリクエストの選手は作り終えたいと思ってます。で、今後もらうリクエストはリストには入れますが、いつ作成できるかはちょっと未定ということにさせてください。まあ、これはなぜかというと、まあ、作るのがめんどくさいとか嫌になったとかそういうのじゃなくて、まあ、パワープロがパワープロ2020かな、7月9日か10日かどっちか忘れましたが発売されるんで、まあ、おそらく僕はそれを買います。で、買ったらやっぱりパワープロをやってしまうと思うので、まあ、プロスピをやる機会が少し減ってしまう気がしています。まあ、今は一応並行にやっていこうと思っていますが、なのでそのパワープロが発売されるまでに現段階でいただいているリクエストの選手は全部作り終えたいと思ってます。でも、まあリクエストがあれば全然言ってください。リストには入れておきますんで。ちょっと話はそれましたが、よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。さよなら。